はい、それではですね、久保田コーチとフェデラの比較動画になってます。私はこの2人のスイングは、このテニスのスイングの派閥とすればやっぱり一緒だと思います。綺麗な右側処理になってると思いますし、本当に ATP フォア、綺麗なスイングだと思います。まあ私、素人目で言うと違いはどこなのっていうのは、やっぱりその切り返しの手首の柔らかさ、それはもうフェデラーの方がすごく切り返しになってますが、これはですね、やっぱり特に素人の人は真似しない方いいと思うんですよね。上級者になって切り返し作用を使えばいいと思ってます。はい。で、まあトコビッチなんですが、フェデラーとの真似でない比較って書いておきます。私真似しようと思ってもできないので、これは今千葉のコーチのまっちゃんのからね、今右側処理の、練習させてもらってる、その比較動画で、研究したいなと思って、例えば右肘の高さだとか、股関節のひねり具合だとか、手首の使い方、フィニッシュの位置とか、そんなものをね、見ていきたいと思うんですが、これあえて手首を私何ですか、体の後ろ回らないように自分なりに固めてるつもりです。でフェデラーのように、先ほども言いましたが、柔らかい切り返しなどはしばらくやるつもりはありません。それでもその手首のロックが早く緩んでしまって、見てください、フェデラーはまだ右、私もう後ろも向きますでしょ、フェデラーはまだ右っていうよりも前ぐらいなのに、このぐらいいいんだけど、もうここで私ほどけてきちゃう。で、面は開いてるですよね。もうちょっと下向きでいいんですよね、まだ。まあインパクトはね、私別に特別ストレートアームにこだわるわけではないですけども、まあその辺の違いがね、あります。まあ右足軸打法も考えてやっていきたいと思いますので、軸をどう持ってくるかまではちょっと私よく分かりませんが。はい、トコビッチです。昨日ですね、フェデラーが引退表明をしました。で、テニスのスイング研究をすればするほど、本当にフェデラーのスイングが最高峰であるっていうことを痛感しております。私は真似することはできませんが、今後もね、参考にしていきたいと思います。また特にフェデラー好きの皆さんは、批判をするね、気持ちも分かりますが、ぜひですね、頑張ってみたいと思います。フェデラー選手、引退は残念ですが、ゆっくり休んでください。